フノンペンの元本部にあるファンスクのエンブレム。ファンスクは、黄色の戦闘が5つある、アンコールワットのシルエットの赤い背景の旗を選び、カンプチア人民共和国の旗と宣言しました。1987年、東ドイツで開かれたドイツ民主婦人連盟大会に、出席したカンプチア革命婦人協会の指導者ヌット、キム・レート・レス・シバナ。 カンプチア旧国民族統一戦線は、後のカンプチア人民共和国の母体となった、反ポルポト派の政治的、軍事的組織。ポルポト派の粛清を逃れ、ベトナムへと逃亡した、モトクメールルージュ地方幹部らによって1978年12月2日に結成され、同年12月25日には、ベトナム軍の支援を受けて、カンボジアに侵攻。 1979年に1月7日にシュトプノンペンを制圧し民主カンプチアを崩壊させた。その後、ヘンサムリンを国家評議会議長とするカンプチア人民共和国の成立が宣言され、カンプチア旧国民族統一戦線はポルポと政権下で荒廃しきった国家を立て直す礎として活動した。なお組織が拡大し、またカンボジアが 歴史的に変化を遂げていくのに合わせて、数度にわたり、組織の名称を変えている。カンプチア旧国民族統一戦線は、政治的には、マルクス主義政党カンプチア人民革命党の、包括的組織である。1977年、カンボジア東部で、地の粛清を行った、クメール・ルージュの反ベトナム政策と、相入れない、カンボジア人共産主義者らは、 クメールルージュから、カンボジア東部のクラチエ州一帯を解放し、クラチエ近郊でファンスクを結成した。クメール人社会主義勢力の過激派の中には、ファンスク結成日の1978年12月2日を、再建大会と呼ぶものもあった。ポルポト政権に対する反政府運動を拡大し、ポルポト派の恐怖政治を打破することを目的として、結成されたファンスクは、 国の再建策として11の案を掲げた。これらの案は国民に、カンプチア人民共和国建国後の国家再建への支援を促すだけではなく、クメールルージュよりもより恩恵、実践的かつ人道的なアプローチを取ることによって、新国家の親ソ連的体制への支持を働きかけるものであった。なお、ファンスク幹部は、カンプチア人民革命党の共産主義者が占め、 カンボジア仏教徒と,といった、非共産主義者幹部、あるいは、女性幹部は、ごくわずかであった。ポルポト派や世界各国の間には、このカンプチア人民共和国が、ベトナムの傀儡政権であると決めつける声もあった。プノンペン解放から2年後の1981年、旧国戦線は、組織名を、カンプチア国家建設、防衛統一戦線へと改めた。 同組織は、カンプチア人民共和国の建国から何年もの間、カンボジア国家における親ベトナムの主要な政治組織であり、カンプチア人民共和国の憲法第3条では、カンプチア国家建設、防衛統一戦線及び革命的な核、大衆組織は、国家の確固たる支持基盤であり、国民が、 各々のの革命的任務を果たすことを奨励、鼓舞するものであるとその役割を規定された。2006年4月29日、プノンペンで開かれたカンプチア国家建設、防衛統一戦線第5回大会で、組織名をカンボジア祖国発展連帯戦線に解消した。かつて非常に重要な役割を担ってきた、戦線も今日のカンボジア政治においては、その重要さを失っている。 1978年12月2日の結成式に参加した統一戦線中央委員は以下の14人である。組織の役割としては党の政策を大衆に伝え、監視者として働き、いわゆる農労軍事同盟をより強固なものにするため、党大会などに大衆を動員することなどが挙げられる。このため組織の幹部には大衆と 密接な関係を保ち、その要求や問題を当局に報告したり、大規模なキャンペーンを実施して、政権の支持固めを行ったり、人々の間に競争が生まれるよう働きかけることなどが求められた。また幹部は、各村やコミューンにおける、旧国宣戦線活動者間のネットワークを構築し、その役割を調整する責任もあった。こうした場合合わせて、 人民啓発集会を催したり、村人を旧国戦線の宣伝のための横断幕や、掲示板のペンキ塗り作業に借り出したりしたため、こうした労力を、もっと生産的な活動に向けるべきと考える、人々からは怒りの眼差しを向けられた。組織は、ベトナムの人民、軍及び専門家との関係改善を目的とした、友好親善活動にも携わった。また、 物騒をグループや派閥に属すといった狭いものの見方を捨て、旧国戦線の革命活動に積極的に参加するように再教育することも重要な役割の一つであった。今日の後継組織であるカンボジア祖国発展連帯戦線はカンボジア政府に代行してスポーツ大会や見本史といった国際イベントを開催している。 カンプチア国家建設、防衛統一戦線の関連組織で、規模が大きくかつ重要な組織に、以下のものがある、カンプチア国家建設、防衛統一戦線参加のすべての組織は、以下の日に集会を開いて国民に、各記念日を認知させた。ありがとうございます。